浸水記念絵描き写真集を使ってこの「ニンハイ」という船の解説をします。ニンハイというのは中華民国の巡洋艦です。後ろにね中国の青天白日記が写ってますが中華民国海軍の巡洋艦です。この船はですね長江で使われる船なので生水が浅くなっています。 完成予想図も載ってますが、海をね走るにはね、ちょっと向かない、川用の設計になっています。で、この船は、播磨造船所がですね、作った最初の本格的な軍艦と、ね、3000トンぐらいあったと思います。うん、排水量ねだからえ口 駆逐艦より一回り大きい。まあ、軽巡洋艦ですかね。巡洋艦としては一番小さい。でも、駆逐艦よりは一回り大きい。軽巡洋艦に分類される船です。これが走っているとこを予想して描かれた絵です。中華民国海軍部の軽巡洋艦で、ヨース港の 警備に適するように喫水が浅く作られています1931年2月に春間造船所で寄港して1931年の秋かなに完成浸水しましたで、完成は翌1932年になりますところで これ作ってる最中にですね、満州事変が起きるんですで。満州事変がね、起きたらね、日本と中国は一種の戦争状態になるわけですよね。では、この中国海軍のこの船はどうなるんだということですけども、なんと予定通りに完成して中国に。 輸出されています。で、春馬造船所50年史は、我が社は満州事変が勃発したが、中国との契約を守り、完成して輸出しましたってね、書いてあるんですけど。いや、一民間企業がね、契約通りやから言ってね、 日本と中国が満州事変で関係が悪化しているときにね、果たしてこういう軍艦を輸出できるもんなんだろうかとね、私はね、長いことを疑問に思っとったんですあ。それからそもそもね、なんでね、中国海軍の巡洋艦をね、日本の造船所で作るんやと。で、それも軍艦作るんやったらね、 例えば三菱長崎とかね、呉の海軍交渉とかね、駆逐艦やったら舞鶴海軍交渉とかね、浅瀬後にもありますよね。なので、それぞれ作らないで、張り間造船で作るんやと。まあ、その辺ね、疑問に持って、思ってきたんですが、これについてはね、ちゃんとした研究がありました。その研究はね、これです。 安見三郎と中国海軍再建論。これ、中央大学の学術リボリトリーで PDF がインターネットで公開されていますので、今、私、ここにですね、まとめの部分だけを引用させてもらいましたが、全文読みたい方は、ぜひ PDF で検索して、安見三郎と中国海軍再建論。 これで検索してね、全文読んでください。面白い文章です。誰がこの論文書いたんというとですね、論文書いたのは中国の人でしたね。これ女性なんですかね。あ、こうですね。うん。この、この方ですかね、て読むでしょう。読めないで。 <laughs> 分かんないです。どういう人か。<laughs> だから、この人がですね、中国からの留学生らしいです。で安住三郎と中国海軍再建論というね、結構長い論文を書いておられて、その一番最後に、この窓見の部分が出てくるんですね。で、簡単に言うとですね、日本軍は中国海軍と連携して、 アメリカ海軍に対抗しようとしていた。一言で言っちゃうとそういうことです。で第一次世界大戦が終わってで、ワシントン海軍軍縮条約が結ばれて、日本とアメリカの主力間の比率は10対6になりました。これで太平洋で日米がぶつかると、 日本側の戦力が足りないと。で、どうすると。日英同盟は、アメリカがね、もうそんないらんやろって破棄しちゃいましたよね。そこで日本が考えたのはですね、そこの安見三郎さん、これ海軍中将です。なんか考えたのは、中国海軍と手組んだらどうや。ところがね、中国海軍ってね、亡くなっちゃってるんです。 いつ亡くなったかというと、日清戦争で中国の誇る庭園、陳園を主力部隊とする航海艦隊か。あれをですね、日本海軍が殲滅して、で、中国その後ですね、各国から賠償金いっぱい取られたり、その後、侵害革命が起きたりなんかしてですね、海軍まで出回らへんかって、 ほとんどまともな海軍はなくなってしまったんですね。で、アメリカと対抗するために、中国海軍と手を組もうとする日本海軍としては、この中国海軍を再建せなあかんやんかということになってですね、まず小さな軽巡洋艦あたりから始めて、いずれは戦艦も中国に持ってもらって、 で、日中の海軍を合わせて太平洋でアメリカ、イギリスに対抗すると。で、その中国海軍再建の第一弾、これが忍肺なんです。で、この忍肺をですね、どこで作るかということなんですけど、まあ、かなりね、高度な政治的判断だと思うんですが、 それまで軍艦を作った実績のない播磨造船所が作ることになりました。播磨造船所もね、艦隊は作れるんやけど、船体の方はね、大砲なんか扱ったことないし、って、まあ、そこはですね、えー、海軍のね、指導を受けて、軍艦も作れるようにならなあかんわなあということで。 ね、爽快艇とかね、あの、日本は、あ、ハルマズド戦争ってあの、嫌いをね、敷設したり、嫌いを総快したりする、そういうとこは得意やったんですけども、こういう、いわゆる純粋の巡洋艦ですね。こういうのはね、作ってなくて、これ、初めてなんです。でね、二石ね、作るんですが、ニンハイとピンハイと。 で、ニーハイの方は、ハリマ造船所で完成させて、中国に輸出する。ピンハイの方は、一回、日本で、えっ、ー、と、作る、じゃあね、日本で部品を作って、中国の造船所で組み立てて、で、それを日本に持ってきて、日本で偽装して完成させて、中国に送ると。で、そういう形ですね、ニーハイとピンハイというね、二隻の、 巡洋艦を作ることになりましたで時に1930年頃の話でねでちょうどその頃ね世界大恐慌あのウォール街の株の暴落が起きてねでえらいことになるんですで播磨造船所としてはですねちょうどその時にこの船の工事が入ったんですあこれで食いつなげるわってニンハイとピンハイとこの2隻でということでね やはり松尾戦所にとっても助かったんですけどね。で、この船をですね、作っている間に満州事変が起きてしまったんです。だけど、これ、日本海軍がかんでますからね。予定通り作らんかいと。満州事変やったあれ、陸軍や。陸軍のあの、羽、帰り。 将校たちが、ちょっとね、中央の意向に従わんと勝手なことしたんやろうと、なんてやつらだいいうことで、海軍は海軍でちゃんと中国をですね、パートナーにしようという考え方があんねや。ここに書いてますね。中国の領土保全、国防力強化は日本にとって優位であると。 休み、三郎は論じていたと。というわけで、中国海軍は再建するのは予定通りやとで。当時ね、中国ね、お金がなくてね、お金がない上に、毎んじゅなんか起きたもんだから、ちょっと資金がって <laughs>、待ってくれとか言ってですね、お金払えんとかね、うんなんこともあったんですけど、一応完成してね、中国に輸出することになりました。 でこれがその時の絵描きです。これが工事中の2杯。完成した2杯予想図。これも予想図ですね。で、ところで、この船なんですけど、 愛媛の町にはね、たくさんね、写真が残ってるんです。やはりね、愛媛の町で初めての本格的な軍艦やということで、軍、うん、写真がいっぱい残っていましてね。これ1932年のハリマ造船所の前景の写真なんですが、これ長い写真でね、細長い。このハリマ造船所の 写真の中に、ここに2杯が写っています。それから、こういう写真もあります。これ、なかなか珍しい写真でしょ。建造中の中国軍艦2杯。まだ手法は取り付けられてないですね。船って完成したらね、 浮くようになったら浮かべるんです。あの、海に浸水させてしまうんですね。で、船って、海に浮かんだ瞬間に船になるんです。で、その時、まだ、上部構造物っていうんですかそういうのはまだ積んでないんですね。で、これから、ブリッジとか、マストとかを取り付けて、で、えー、手法とか、機銃なんかも取り付けて、 で、で色も塗っっててね、完成に持っていくわけです。それは別に先代でする必要ないから浮かべてからでできるから浮かべて仕事工事するんですね。でこれ建造中の忍杯を後ろから写した珍しい写真です。それから1932年にですね絵はがきが作られているんですがこの絵はがきにもここに忍杯が写っています。 逆に言うと、この2杯が写っていることによって、この絵はきは1931年の秋から1932年の春の写真やということがわかるんですね。私たちみたいなですね、絵はき研究家にとっては、この絵はき、何年のもんやというときにね、こう,うあっ、2杯がおるみたて <laughs> いうことは、これ1 9 0 0年 1931年10月10日浸水ですから、それよりあと、1932年の夏には中国へ出港しましたから、それまでということで、とってもですね、絵はがき研究家にとってはね、うれ、ん、しいなぁてこれがよくわかるなぁという。で、この船が止まっていることによって19、1931 1>, 1年の暮れやということが分かればですね、ここらに止まっている船もね、これ何かなということを調べていくことができるんですよね。うん、でね、この船、中国海軍に引き渡されて、楊子港のですね、任務に就いてたんですが、1937年に日中戦争、当時の言葉で言うとシナ事変が始まってね。 日本海軍航空隊か、ニーハイとピンハイを攻撃して <laughs>、で、爆弾が当たって、4発当たったって書いてますね。で、この船、ヨスコに沈む、沈むというかね、着底してしまうんですね。南京のあたりを守ってたんですね、その時にニンハイね、ピンハイと一緒に。で、それを、 一応、まあ、撃沈ですかね、そ、ま、こ、あ、が川底につく状態にしてですね、で、中国軍が重下の方へ引き上げてしまったので、これを確保することに成功して、でこれ引き上げてね、持って帰ろうということになってですね、マ間造船所が作ったんやろうって、春間造船所が行って引き上げろと。 いうことになって、で引き上げてるとこの写真があります。これ、ヨ子スにですね、川底がつく状態で、まあ、半分沈んでいる2杯です。で、1回目ね、引き上げようとしたらね、泥がね、船体に入っててうまくいかへんかって。で、泥を取り除いて、で、2回目の扶養工事で。 不要に成功して。で、これ、相生に引っ張っていきました。あピンハイは佐世保に持っていきました。ニーハイの方は相生に持っていきました。で、持ってきたんだけど、この船って長江を走る船なので、太平洋なんかに出ていくのは難しいのね。船の作りが違うのでね。海用と川用ではね。それで、 この船はですね、しばらく、e、あいよい湾につないでいました。つないでいるところの写真もあります。これです。これはメルセデ写真でしょ ?1942 年2月、あいよい湾に泊まっている忍杯です。でね、この辺りがね、海水浴場になってましてね、 で戦争が始まるまではね、この辺でね、子供たちが遊んどったんですよ。で、奥にね、大きな軍艦が止まっとこうやんかー、あいてね。遊びに行かっとこうか、あいてね。これ子供たちの遊び場というか、ね。<laughs> うん。になってたらしいです、しばらくね。で、1941年、真珠湾攻撃から太陽戦争が始まりました。 だだんだんね軍艦が足らなくなってきて、日本海軍も、そういえば2杯って中国の巡洋艦捕まえてで、うんで、相生に止めとるなって、あれ、あれ使おうやということになって、でもこれ、かバようですよって、まあ、でもなんとかなるやろって、これ、昭和19年、1940年にね、この船、改装してで、日本海軍の船にしました。 伊予島、五百島って書いて、伊予島というね、船になって。で、それを、東京から伊豆大島、ちょ、もっと向こうかな。伊予島。<laughs> あの辺りのね、航路の護衛に作ろうとったんです。で、もうすぐこの船ね、軍艦に昇格するということで。 四海軍であれ、軍艦になったら菊のマークがつくんですかね、ここにね。でもね、そうなる寸前に、この船、アメリカの潜水艦の攻撃受けて、1 9 4 4年のこれぐらいかな、に撃沈されてしまいます。というわけで、ニーハイ、相生いで建造されて、中国の海軍の 巡洋艦になって、日中戦争で日本軍に撃沈されて、愛沙に戻ってきてで、今度は日本海軍の軍艦になって、太平洋でアメリカの潜水艦に攻撃されて、撃沈されて、まあ、船の一生終わるというですね、そういう運命をたどった船です。